東京三菱銀行株式会社東京三菱銀行東京三菱銀行 A 賞ザ・バンクオブ東京三菱 LTED 略称 BTM は株式会社三菱 UFJ フィナンシャルグループ、m u f g 参加の日本メガバンクである本店は東京都千代田区丸の内9三菱銀行本店1996年4月1日に 三菱銀行と外国為替専門銀行の東京銀行が合併して誕生。三菱重工業、三菱商事と並ぶ三菱グループ53野の一つである SWIFT コードは東京銀行を承継した。三菱グループを中心とする安定した国内取引先と旧東京銀行の海外拠点を持ち合わせ融資に厳格であったことから不良再建比率は 都市銀行の中で最小であった。金融システム危機の際も大倉省の経営関与に攻防し、その際に注入された公的資金を金融再生プログラムまっただ中の2003年1月に完済した。水堀 FG、三井住友銀行などがメガバンク化によって膨れ上がった不良債権勝利に追われる中、最も強い都市銀行であるという評価がなされることが多かった。 その一方で、全新業の大口取引先である金松や三菱自動車に対しては役員を送り込み、経営再建を支援している。300余りの国内店舗のほとんどは、三菱銀行から東京都、神奈川県に返帳していた MTFG2001 年ディスクロージャーし、リテール部門では1999年8月に、 開始した東京三菱ダイレクトによる二十四時対応の開花、預金、投資信託取引や残高段階型スーパー普通預金をベースにしたメインバンク総合サービス。当初からセブン銀行、アイワイバンク銀行といいネット料事名への参入、七大疾病保証付き住宅ローン、ビッグアンドセブン、スーパー IC カード発行など、先見の目を見せたり、個人向けローン金利を 他の都市銀行より低く設定していた。その一方で、UFJ 銀行との合併まで、東京都心以外の多くの ATM は、平日19時、と休日17時までの稼働であったり、J デビットやフラット35を扱わない、三菱東京 UFJ 銀行より取り扱い開始、など、やや退化した一面もあった。2005年10月1日の株式会社三菱、 東京フィナンシャルグループと株式会社 UFJ ホールディングスの合併に合わせて同日付で株式会社 UFJ 銀行を吸収する予定であったが水穂銀行のシステムトラブルの実例から環状系システム統合の体制を整える準備期間が必要と判断され延期となり2006年1月1日付で UFJ 銀行を合併し株式会社三菱東京 UFJ 銀行へ 称号変更している。旧三菱銀行と地理的に重複していた東京銀行以下、東銀の国内店舗、海外拠点は段階的に2004年頃までに旧三菱銀行側に吸収された札幌は旧東銀側が存続一方、重複しない単独拠点、主に海外についてはそのまま存続する形となっている。 旧東京銀行の本店営業部は、東京営業部となり2004年11月に、旧三菱銀行の本店があるいは、日本橋支店に統合された。しかし、日本橋支店、MTFG プラザ、現、MUFG プラザが、東京営業部後に移転、設されることになったため、日本橋支店が、元の東京営業部に移転した格好となっている。 なお、MUFG プラザには後に、旧 UFJ 銀行の室町支店が、日本橋室町東地区開発に伴い転入し、ブランチインブランチとなっているため、旧東京三菱と、旧 UFJ のすべてのサービスが利用できるようになっている。現存する三菱 UFJ 銀行東京営業部は、旧 UFJ 銀行東京営業部であるが、2013年に、新丸の内支店、 旧東京銀行丸の内支店と、ブランチインブランチ化し、丸の内永楽ビルディングへ移転している。東銀の国内店舗、場所がそのまま継承された例としては他に、現、三菱 UFJ 銀行札幌支店、成田空港支店、成田国際空港出張所、成田空港第二ビル出張所、現在は、母店である、成田空港支店内にブランチインブランチ、新橋支店、 渋谷明治通り支店、新宿中央支店、横浜支店、関西国際空港出張所がある。現、三菱 UFJ 銀行大阪中央支店は、旧三菱銀行大阪支店であるが、三菱東京 UFJ 銀行、現、三菱 UFJ 銀行発足直後の2006年2月20日までは、東京銀行大阪支店、後の大阪淀屋橋営業部の場所営業していた。 その名残で平成30年8月に大阪営業部が現在地に移転、建て替えのため現在地から旧三菱銀行大阪支店所在地に仮移転していたするまで大阪淀屋橋営業部跡地に ATM コーナーが設置されていた。また山口県内では当銀の下関支店がシーモール内に存在していたが地理的な関係から三菱支店の徳山支店。 中南市ではなく、隣接県の九州支店、北九州市へ統合されている。外国為替銀行として金融債を発行することが、許された旧東京銀行の流れを引き継ぎ、合併より六年間特例として金融債の発行が認められ、東京三菱銀行再建取扱店舗、主に東京銀行店の承継店舗で扱っていたが、二千二年三月二十八日以降、 新規の売り出しを停止している。三菱 UFJ 銀行となった現在も未換金の現物保有者が存在するため、償還業務は継続している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。